皆さんこんにちは。本日もチャンピオンジョッキースペシャルストーリーモード進めていきたいと思います。今回で24回目です。よろしくお願いします。まずお届けしますのはチャーチルダウンズ競馬場からホールズシティハンデ G2 ダート 1800m システィに乗っていきます。5番人気、競争能力が76です。この馬はシュランドステークスの勝ち馬です。1番人気は G1 2勝馬のスパンシュガー、競争能力が81。2番人気も G1 2勝馬のスマグラ、競争能力が82。3番人気はガゼルステークスの勝ち馬インザゴールド、競争能力が79。人気は低めなんですが、なんといってもアビリティが素晴らしいので勝てるように頑張っていきたいと思います。まずはスタートダッシュを出して飛ばしていく。短期逃げがあるからちょっと飛ばしていこうかな、派手にね。短期逃げもねだいぶ有効なアビリティなので、さあ位置取りはエクセレント。今回ね出走していますホールズシティハンデは1875年に創設された3歳以上牝馬限定のレースとなっています。1875年ということはアメリカ競馬にしてはかなりね歴史が長いです。え、ちょっと待って、これドリーボーのサバじゃない、やばい、短期逃げ出ないよこれ。うわ最悪、邪魔されたってなると、ここでハミレベル上げるとスタミナ持たないからやばいな、ペース上げられない、困ったな。でも人気馬がまだ後方だから、ここはちょっと足ためますか。ちょっとハミレベル上げれないねこれじゃ。ギリギリ持ったかな。あ、レボリューション出た、ラッキーちょっとイメージしなかったなあ。2番手上がってきてるのがスパンシュガーかな。あ、これはスーパーラッキーパンチきたね。レボリューションなかったら負けてたかもしれん、危なー。短期逃げをね出そうと思って相当余裕を持ってね逃げてるつもりだったんですが、まさかねドリームオブサマーがね目の前にいてると思わなかったですね。完全にレボリューションに助けられました。2着はねアシシエンプレ、3着スパンシュガーでした。それでは12月2週目の騎乗馬を見ていきましょう。日曜日シャティン競馬場の6レースは香港マイル、ファーフロストに乗っていきます。日曜日のメインレースは香港カップ、お手馬のザティンマンに乗っていきます。ということで今週の騎乗馬は2クラです。日曜日6レースは香港シャティン競馬場から香港マイル G1 芝の 1600m ファーフロストに乗っていきます。8番人気、競争能力が73です。このままね調べても何の馬か分かりませんでした。それでは相手を見ていきましょう。1番人気は日本のハットトリック、競争能力が85。実際にこの香港マイルを買っており、マイルチャンピオンシップを買っています。2番人気はルロワードサニモ、競争能力が85、アメリカの G1 を2勝しています。3番人気はブリーダーズカップマイルの勝ち馬シングレタリ、競争能力が84。競争能力的にはかなり厳しいのでレボリューションをね狙っていきたいと思います。さあまずは14頭立てなんで4番手前後を狙っていきたい。これぐらいかな、位置取りとしてはちょっとやばい。4番手取れた、取れた。さあ今回ね出走している香港マイル、1991年に香港招待ボールとして創設されました。で99年にね香港マイルド解消されまして、2000年に国際 G1 に昇格しています。で2021年現在で日本馬は4勝しています。さあオリアエクセレント、あれこれ本当にさ瞬間の反応込み込みでレボリューションあるんじゃない、いいです。あ、外側からハットトリックが上がってっている。そして2番手にいるのが2番人気のルルワデサリモ、瞬間の反応込み込みでレボリューションくださいな、いけんじゃないですかね。瞬間の反応からレボリューションが出た。あとは人気馬をかわしていく、ルロワードサニモもかわしたら先頭立った。あとは残り汁で頑張るだけ、頼む、残って人気薄で勝利だ。2着シングレタリーやね、まあ、正直ね距離適正が 1600m がベストだったのでレボリューション出しやすいんじゃないかなと思っててね依頼をね受けたんですよね。見事レボリューション取ってね勝つことができました。2着はね3番人気シングレタリー、3着はゴレラでした。日曜日のメインは香港カップ G1 芝の 2000m ザティンマンに乗っていきます。10番人気、競争能力が82です。それでは相手を見ていきましょう。1番人気はドバイワールドカップの勝ち馬エレクトロキューショニスト、競争能力が89。2番人気はアイルランドチャンピオンステークスの勝ち馬オラトリオ、競争能力が88。3番人気はねフランスダービーの勝ち馬シャマーダル、競争能力が90。さすがにメンバーが強力ですが頑張っていきたいと思います。さあシャマーダルとの逃げ争い、レボリューション出したいから先頭行きたいですね。
どうかな、来てる、あともうちょっと、先頭立てた、よしよし、レボリューションチャンス入ったね。今回出走している香港カップは1988年に創設されました。2021年現在で日本馬は7勝しています。結構ね得意な舞台となっています。さあ逃げているのが3番人気のシャマーダルかな。あとはオラトリオとねエレクトロキューショニストは追い込み馬なので後方からの競馬になっています。さあシャマードルが軽快な逃げ、折り合い抜群が出た。あとはね仕掛けどころをミスらなければレボリューション出せるかも。折り合いもエクセレント、レボリューションチャンス来ちゃう。うちにいてるこのなんか強そうやな、なんかディバインプロポーションズもいなかった、今なんかシャマードルよりもさザティンマンの方が手応えがいいんですけど。いけ、レボリューションが出た。これしかないよね勝つには。まあちょっとね前回レボリューション出してもオラトリオが来てたから怖いけど、あやっぱり来てるねオラトリオ。だが勝ったのはザティーマンだ。前走でもねレボリューションを出して勝つことができたので、今回もうまくいかないかなと思ってたんですけど、見事ねレボリューションを出して勝つことができました。2着はやはりオラトリオ、3着シャマーダルでした。ふふ、君の美しい騎乗には脱帽だよ。悔しいけど、こうまで鮮やかに見せられると認めるしかないね。これからも一緒に美しき騎乗を追い求めていこう。もしかしてこれ何もない？そうだ、友情の証として。そうだよね。勝負に負けたら何かくれないと。この競争は君に任せるよ。僕に似て非常に美しい子だから大切に乗ってくれ。アラン先生には僕から言っておくよ。おおすげえ、フットステップスインザサンドやん。君こんなん乗ってたん？でもなんか3歳で引退しそう。アラン先生とね、知り合いになれるから、まあ、いっか。いや、俺なんていいから、僕と君の仲じゃないか。それじゃあまた会おう。12月3週目は乗りたい馬がいなかったので、調教師の有効度上げるためいろいろな馬に乗っていきたいと思います。こちらはダイジェストでどうぞ。これレボリューションチャンスじゃないの、いけ、レボリューションが出た。見たか、これが香港に勝したジョーキーの力だ。見たか、いや本当レボリューション出せてよかった。ポテンシャルがかなり溜まってる。なんか粘ってくれたらいいけど、手応えはまずまずか。結構ポテンシャル溜まってたからいいと思うんやけどな。あとはバテて馬かわすだけ。くぅ、5着4着5着精一杯。レボリューションが出た。やはりね逃げ馬は得意なのである。逃げというよりも先行の方が得意やな。でもこれで負けるとかないよね、レボリューション出たんだから。ナイス、三度レボリューションが出た。やばい、レボリューション祭りじゃん。ラッキーやな。メチドリエクセレント大事っすね。3勝目なり。やばい、この5番強い。ちょっと待って、この5番やばい。ちょっと待って、一瞬きれい、刺さってる刺さってる。あ、勝てた、ナイス。なんか手応えいいんだが、手応えいいんだが、先頭立ったらチャンスあるよ。先頭立った、ポテンシャル溜まってる。これ押し切れない？なんか来てるね。押し切りたいんですが、押し切りたいんや。おお、アビリティなしで勝ちはでかい。これ厳しくない？ちょっとこれはね良くない気がするね。粘れっかな。くっくっ、無理やわ、くっそ。はい、ルルブでお楽しんでるかい？ここはどこ？せっかくのパーティーなんだから楽しまないとダメだよ。ほら見てごらん、みんな僕の美しさに視線が釘付けだ。夢の中かい？これはみんなあなたの能天気さにやっけに取られてんのよ。ちょっとはそのナルシストっぷり控えなさいよね。ベッキー、他にたくさん人もいるのに猫をかぶらなくてもいいのかい？いいのよ、これだけ人がいれば私が何を喋ってるかなって聞こえやしないわ。みんなここにいたのか？もう調教師の先生方に挨拶してきたのか？せっかくこれだけ人が詰まっているんだ。騎乗依頼を回してもらうよう顔を追っておくべきだぞ。ふふ、そうだね。美しい馬の騎乗を回してもらえるよう売り込んでこないとね。それもそうね。じゃあ行ってくるわ。あの、ここどこっすか？じゃあ俺はこれで。ちょっと置いてかないで。ジャスティン。ああ、お前は確かルルブドウだったな。噂は聞いている。もしもあったら今度うちの馬にも乗ってくれ、期待してるぞ。あ、なんか知り合いになれた。よかった。じゃあな。今日はなかなか楽しかったわね、ルルブド。いつもはパーティーなんて退屈なだけだけど、あなたとは話は退屈じゃなかったわ。僕一言も喋ってない。また話し相手になりなさいよね。それでは12月4週目の騎乗馬を見ていきましょう。土曜日のサラトガ競馬場6レースはマティスブラザーズマイル、トレールオブティアーズに乗っていきます。土曜日のメインレースはラブレアステークス、お手馬のラウンドポンドに乗っていきます。日曜日に代わりましてマリブステークス、ハイフライに乗っていきます。
日曜日メインレースはアメリカンオークスシルバーカップに乗っていきます。ということで今週の騎乗馬は4クラです。今回は主に香港国際競争をやってきましたが、いかがだったでしょうか。レボリューションしかん勝たんと言わんばかりにね、2勝することができました。これからもね、少しでも多く勝てるように頑張っていきたいと思います。それでも時間が来ましたので、今回はこの辺りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。